えー、無料でビットコインを毎日もらえるフリービットコイン、無料のビットコインのコーナーですけども、えー、3月の11日から始めたんで、ちょうど3ヶ月経ったんですが、いただいた報酬が全部でね、0.00014828ということで、だいたい1500円ぐらいになりました。いや、地道ですね。地道すぎます。地道だけに確実です。で、これはスロットを回して、 あと6分で回せますけども1時間に1回スロットを回せるんですよで少しずつビットコインを頂くんですけどもところがね私ねこれ気づいたんですけどもねこのもらったかもらってないか分かんないようなビットコインこれをさすがに毎日繰り返してもそのままではねこの金額までいかないと思うんですよじゃあなんでねいかないはずの スロットオンリーでここまでビットコインが1500円とはいえど積み上がったのかってことなんですけどもいやこれね実はねいろんな要素があるんですよねでそのうちの一つ今日は紹介しようと思いますこれは私が当面目,目指しているものなんですけどもどういうふうにね加速度的にこのビットコインを増やしていくかってことなんですけどもこちらの方をご覧くださいはいこちらがですねフリービットコインを攻略するサイトのまあその一部なんですけども 攻略ステップ5って書いてるでしょアーンビットコインで配当をもらうって書いてます。これどういうことかっていうとすごくシンプルです。フリービットコインの残高に 0.0003BTC ね。3万サトシの資金が入っていれば勝手に年利4.08%の配当を得ることができるって書いてあるでしょもう一回、ま、戻りますよ。私半分までいってるわけですよ、これ。半分までいってるんで、おそらくこのままいけばあと3ヶ月で この年利を受け取ることができるんですよね。もちろん、ここにですよ。私が1500円分のビットコインを送金して、今すぐ0.0003にすることができます。そうすると、年利4.08%がついてね、毎日0.01%ぐらいの配当がつくんで、配当ってことはですよ。ここにあるビットコインのその0.01%ですから、まあ、今よりもね、 10倍くらい増える速度速くなるんですよ。だから、送金してもいいかなと思います。配当といっても、取引所のレンディングみたいな出金制限はなく、いつでも好きなときに出金できるということですよね。いや、これはなかなかいいですよね。ただ、私は、1円もここに投じないっていうルールを、これからも守っていこうと思うんで、それと分かっていてもね、送金はしないんですけどもね。まあ、どっかでシビれを食らしてやるかもしれませんけども、1500円くらいだったら。まあ、やらないでしょうね。 うん、このまま1円も使わずに1年目2年目3年目とどのぐらいビットコインが増えていくのかこれをね今後も続けていこうと思いますそれではお楽しみに